はい、こんばんは、下平です。こんばんは、清水奈です。こんばんは、早川洋平です。大人放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast 各プラットフォームでお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで200回から201回です。今日はね、はい、フリートークで楽しい大笑いしていた回からですね、はい、今回はいきなり深刻真剣な回です、はい、同じ番組とは思えないね。パレスチナスペシャルということで、はい、10月7日にですね、ハマスがいきなりもう本当に突然の超大規模なテロを起こして、イスラエルの人たち、うん、まあ、音楽フェスの人だったり、本当に普通の村の住民なんかを襲って1500人を殺害して、はい、でさらに200人を人質として、まあ、ガザ地区に連れ帰るっていう、まあ、大テロが起きたんですよね、うん、でそれに対して、まあ、イスラエル軍が反撃をして、まあ、ハマスの発表によると、はい、まあ、5000人以上が死亡したと、うん、で今の段階では、はい、イスラエルが、ガザ地区に軍を地上部隊を侵攻させる、うん、まあ、その手前のところにいるっていうところで、まあ、フランスだったりアメリカだったりは地上侵攻に関してはちょっとうん、やめた方がいいんじゃないかと言って止めているっていうところですね。うん、まあ、今日はね、うん、多分今何が起きているのか、うん、なぜ起きているのか、まあ、これからどうなるかとか ね、まあ、この辺の三本柱になっていくと思うんですけどまあでも皆さんやっぱりこのね、まあ、戦争というかこれ起きた瞬間にもうやろうっておっしゃってましたけど、そうだね、ウクライナの時とこれの時はもうこれはすぐにやらないといけないなっていうのは思ったかな、うん、やっぱり世界が変わるじゃない。うん、特に中東だから石油も絡んでくるし、うん、日本に影響がすごく大きいので。そうですよね、うん、さあ、ところでここでじゃあ最初の、はい、質問が1個あります。はい、ユダヤ教の神、はい、ユダヤ教の神ってさ、これちょっと豆知識ね、はい、あ、すいません、今回はですね、僕が新宿紀伊国屋の、新書コーナーを全部見た上で一番いいパレスチナ問題の本が見つかったので、それを元に、お話しします。講談社現代新書、世界史の中のパレスチナ問題、臼杵明さんという、大学の先生の本です。中東、まあ、イスラムの言葉なんかも得意で現地にも何度も行っているという人なんですが、うん、さあ、そこで今の問題の続きね、はい、ユダヤ教の神様いるじゃない、ヤハウェ、ヤハウェ、ヤハウェもこれもね、びっくり、びっくりですか、びっくりだよ、聞いて僕もこれびっくりしたから。ヤハウェ書くよ、はい、なんかさ、大文字小文字がバラバラなのよ。で、旧約聖書の中にこのヤハウェなんだけど、はい、これの読み方は誰も知らないの。え？旧約聖書の中でこれが出てくると、みんなこれを読み替えて我が主っていうの。あ、そこ。だからこれはヤハフェエホバ、まあ、エホバ、そうですね、ヤーフェ、読み方が4種類も5種類もあって、うん、どれでもいいの、うん、そんなことなくない、うん、神様の名前も分かんないんだよね。そっから分かんないと。分かんない。こっから分かんないの。我が主っていうだけなの。へー。ということで、今豆知識の面白いところを一発勉強したところで、はい、このヤハウェ、これはなんだか分かるよね。なんだか。なんだか。なんだか分かるよね。違う違う違う。どういうことですか？神様？何の神様？何の神様？うん、それはもう分かるだろう。ユダヤ教の神様。あ、それ。はい、ユダヤ教、はい、ユダヤ教の神様。うん、ユダヤ教の神、キリスト教の神様、教の神ね、うん、まあ、これは要はイエスの父ってことね、うん、そしてイスラムの神、イエスの父ね、アラ、アラ、はい、これどう違うんでしょう。え、みんな一緒じゃないんですか。そう、これがね、みんな一緒で、しかもユダヤ教って旧約聖書でしょ、うん、そうですね、でキリスト教は旧約聖書も自分たちの聖書だから、うん、旧約と新約、イエスの、死ぬまでが書いてある新約だよね、うん、でイスラム教も全然旧約聖書信じてるわけ、うん、そうね、繋がってますよね。そうだ、旧約とコーランなのよ、うん、だからこうなると、こんなちっちゃな町、エルサレムっていう、ね、こんな町で生まれた宗教が世界にこれだけ広まって、しかも全部同じのを信じているのに殺し合い、なんか本当不思議だよ、すごくない、うん、でしかもこんなパレスチナ問題とかが起きる前まで、これイスラム、エルサレムの町ね、うん、エルサレムの町はこんな風です。もう簡単に言えば、今度4分割で、キリスト教と、うん、イスラム教とユダヤ教とみんな仲良く暮らしてるの、うん、でここに岩のドームがあって、うん、嘆きの壁があって、はいはい、
ここにキリストが処刑されたゴルゴダの丘があるの、うん、そこが今教会になってるんだけど、うん、生物教会っていうね、うん、ほらこれができたら何の問題もなかったのに、うんうんうん、これがもう全くできなくなっちゃうんだよ。え、何がそうさせてるんだろう。だって信じてるものも一緒、うん、内容も一緒、ただ名前が違うわけじゃないですか。そうなの。だからなんでそんなに憎み合うのかって思わない、まあ、同じ神様じゃんっていう。特に僕らからするとね、そう、ね、やっぱそこが不思議なとこですよね、うん、しかも呼び名の誰も知らないような神様よ、うん、砂漠の中のヒゲモンジャのおじいさんじゃん。そんなのを神様にしてさ、しかも、うん、ユダヤ教は基本的にこっち、ユダヤ教からキリスト教が生まれてるんで、ほぼ一緒なんだよね、うん、なのでユダヤ教の人たちはイエス、キリスト教とイエスのことをユダヤ教ナザレ派って呼んだりするのよ。あ、ナザレのイエス。そうだから自分たちの派生物だと思ってるわけ、うんうんうん、まあ一理ある、一理あるのよ、ね、でこっちももちろんそう思ってるわけさ、うん、イスラムに関しても旧約聖書で同じ神を信じてるって、それでこれだけ揉めてしまうっていうね。正直やっぱ本当に20代ぐらいまではそのね、うん、ユダヤ教からキリスト教、うん、イスラム教っていうか全部元は一緒っていうのは知らなかったんで、うんうん、なんでしょうね、イラさんおっしゃるように、そう体感的にはユダヤ教とキリスト教はそういう流れは感じましたけど、うん、イスラムは全然別な感じがしてたから、そうしてたよね、うん、だからなんかでもそういうのっていまだに実はそういうものってちょっと世界的になんだろうな、今回のも起因するかもしれないですけど、うん、アメリカ対アラブイスラムみたいなね、うん、そこら辺がどうやどうしてこうなったのか、まあ、イスラムがちょっとなんていうのかな、競技としてなかなかシビアなところがあるっていうのはあるよね。まあ原理主義とかはまだ言わないけど、結構厳しい、これなんだって、これもね面白いのよ。イスラムって意味があります。何でしょう、その言葉にですか。言葉に、うーん、イス、あ、それぞれに意味があるんですか。イスラーマ、イスラーマ、うん、アラビア語で、もうね、なんか当てらんねえだろ俺ら。これ面白くない、幸福な、何、幸福な、幸福実現党ね、みたいな。あ、惜しい幸福実現党か、イスラムのがいいな、僕は。でも基本的に来世で報われるみたいな、ね、みたいな、なんかそういう感じの考え方もあるんだけど、うん、現世じゃない。サルマっていうのは違います。サルマって王様、そういうね、全然いい話じゃないの。え、これはまあ近い近い近い、そう、服役、服従する、だからイスラム教っていうのは服従教なの、はい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 、神様に絶対的に服従する、うん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 、もう最初に文字になってますね。そう、愛服従になってますよ、ある意味。いや本当にそういうこと、確かに、アイフォン的なでもだから言ってみれば、あのイスラム教って普通に言ってるけど、現地の言葉で言えば服従教です、うん、こうなるとなかなか厳しいよな。それだから現地の言葉だから、現地の人も、うん、まあ、僕らが感じる服従っていうほどの圧は感じてないかもしれないけど、服従っていう意味って分かってるってことですか。分かってるし、毎回毎回言ってるわけよ。で僕たちさ、あのイスラムの人に会うと、ほらあなたにサラームをって言うじゃない、うん、アッサラームアライクムって、はい、あの皆さんが平和でありますように、まあ、神のご加護みたいなもんですよね。全然違う、違うイスラム教の平和っていうのは、うん、地上にいる全ての人がアラーに服従しきった状態のことを平和、平安なの。だから世界中の人がイスラムに服従して、で平和になりますようにって言ってるわけ。それでもそうするとどっかの国みたいじゃないですか。いやもうね、恐ろしいんだよ。なんかちょっとすごいこんがらがるわ。なんかグラグラしてくるだろう、はい、なんかキリスト、ユダヤ、イスラム、うん、全部同じ神様で、うんうん、例えば日本に置き換えた時に、うん、なんか密教から、うん、あのいろんな宗派が派生してとか、なんか浄土集団、ね、なんか日蓮集団、うん、日蓮宗集団とかってあるじゃないですか、うん、まあ、昔はその宗教戦争みたいなのがもしかしたらあったのかもしれないですけど、うん、今現世で、うん、なんか浄土真宗と浄土宗がなんか名前似てるから、お前変えろよ名前みたいなことってないじゃないですか。ないね。それがでも今でも起きてるわけじゃないですか。だから日本では信仰ってもう半分死んじゃったからね、うん、ただその頃は宗派同士の間での殺し合いは普通にあった、うんうんうん、みんなが僧兵を持っていて戦ってたから、うん、でもこれだけその根強くその人々の中にその宗教の教えが2000年それ以上にもわたって残り続けていて、未だにその戦争が起きるぐらいにこびりついてるってどういう、それがね、切ないのよ、うん、だからユダヤ教があったじゃん、うん、でさっきナザレ派って言ったじゃん、はい、でキリストが生まれてくるよね、うん、あのキリストも実は
まあ言ってみればプロテスタントじゃないけど、うんうんうん、ユダヤ教のラビだったの。ラビって何ですか？ラビって坊さん。あで、あなんだかんだ言ってユダヤ教あまりにも古いしダメじゃない、もっと改革しようよって言って殺されちゃうわけ、うんうんうん、でその殺された時、ね、エルサレムの町を支配していたのはローマ帝国の、うん、地方総督、有名だねこれ、エヴァンゲリオン出てきてないかな、ピラト。でさっき言ったさ、うん、エルサレムの丘の上で何人かその十字架の刑にかけて殺すよっていう時に、うん、ピラトとバラバ、これはねなかなかいい話なの。バラバは盗賊です、うん、盗賊の親分。バラバとイエスのどっちかを十字架にかける、うん、でピラトは自分が決めないで逃げるの、うん、ローマの人間だから決められないよって、決められないっていうより自分がやったら、うん、イエスを弾圧したことになるじゃん、うん、でまたね、で、うん、そこにいたユダヤ教徒たちに聞くわけ、うん、そうすると改革派だからみんな奢ってるじゃん、うん、イエスのことを、うん、で人を殺して金を盗んだバラバを生かしてピラトに言うわけ、貼り付けにして処刑するのはイエスがいい、イエスがいいってユダヤ人がみんな言ってしまったってことが事実としてあるわけ。ここからユダヤ迫害がもう始まっちゃうんだよ、2000年前から。要はユダヤ人がイエスを殺した、うん、でしかもキリスト教はユダヤの社会の中から生まれたものなんだけど、うん、ユダヤ教にはもう食い込めない、うん、じゃあ自分たちはこれからヨーロッパに散って、うん、そうですね、ユダヤ以外の人を信徒にするって決めるの、うん、ここで現地ではね、イスラエルでは主流、イスラエルじゃねえな、エルサレムでは主流だったけど、うん、こっちが圧倒的に増えてしまっていつの間にか、うんこっちをいじめるようになるんだよね、うん、だって最初はだから追い出されて、そのディアスポラでしたっけ、そうそうそう、それで離散したのにむしろってことですよね、うん、でユダヤ人はヨーロッパ中に散らばるんだけど、特に多いのは東欧とかスペインとかなんだよね、まあもちろんイギリスやフランスにもいるんだけど、でもうね1000年ぐらい前からユダヤ人が杉越の祭りっていうそのユダヤ教のお祭りがあるんだけど、その時家の中でごそごそ何やってるかみんな分かんないわけよ、うん、で1000年前にあれがあるの、トランプの時のディープステーツ問題が、ユダヤ人が子供をさらって殺して血を絞り取ってその血で何か怪しい儀式をしているって言ってユダヤ人の迫害をするの、それがもう11世紀から始まってんのよ。そうなんだ。もうだから1000年前からユダヤ人迫害がある。であのコロコーストの時にもやったよね、これがもうずっと続いて、東欧とかロシアではポグロムって言って、まあユダヤ人襲撃とか殺害をやる。でイギリスなんかではユダヤ人が泉に毒を入れたって言って殺すみたいなことを、関東大震災の時に日本人が朝鮮人にやったような噂が流れてまたそれで殺されるみたいなことでずっといじめられるわけ。でもこれって、うん、そろそろ許してやろうかとかってならないんですか？ね、ちょっと待って、うん、誰が許してくれんの？だから例えばいじめてるじゃないですか、うんうん、いじめられてる側、うん、いじめっ子みたいな、うん、昔ね、今はあからさまにこの差別はないけど、うん、逆にイスラムの方が揉めちゃうから、もうややこしい。なんかいや要はその私が聞きたいのは、ユダヤ教もちょっと反省してるから、うん、もう俺たちもいじめるのやめて、まあ、ユダヤ教はユダヤ教、キリスト教はキリスト教で、その通り。だからノアさんみたいな人が、うん、パレスチナ問題を起こしたの。どういうことですか？もういいじゃない、うん、イスラエルの人たちもかわいそう、パレスチナの人もかわいそう、うん、じゃあイスラエルとパレスチナの国を作ればいいじゃないって言って、うん、第二次大戦後ホロコーストで600万人も殺されてユダヤ人がかわいそう、じゃあもう国を認めるよって言って国連総会でみんなが手を挙げて拍手して、うん、イスラエルって国を作ってこの問題が起きた。そうですね。だからノアさん、素朴ないい人がじゃあいいじゃない2つ国作ればいいじゃない。だから理想主義みたいなだけで言うと、でも土地は1個しかないんだよ。これちょっとさらにすみません、混乱してきた、うん、いいですか、うん、今のもともとの話は、うん、その2000年前に、うん、まあ、ユダヤ教のっていう切り口でしたけど、もともとエルサレムというか、うん、あの辺にユダヤ人の国があって、うんうん、あるパレスチナにユダヤ人が結構固まってですよね。でローマ軍が、うん、崩壊させて、うんうん、でまあ、崩壊はしてないよ。ローマはほら征服してもその後自治とか割と自由に任せるし、うん、優秀な人はどんどん自分たちのところに入れるから、うん、
でもほら、うん、その、まあ、滅ぼしたみたいには言われてて、うんうん、で、まあ、それと一緒っちゃ一緒だけど、うん、今のはどちらか宗教とか別の話っちゃ別の話だった、タイミングが。だからなんかローマ軍が、うん、滅ぼしたのと、そのユダヤ教の中からイエスが出てきて、うん、イエスはだから異端だったから、うん、もう自分たちで、うん、というかそのイエスの弟子たちか、うん、その信徒が、イエスが死んだのと、うん、いわゆる迫害されて殺されたのと、さっきのディアスポラはまた別、うん、別別でもそっからややこしい。そしてさらに、うん、いわゆる、まあ、昔でいうアラブ人、うん、今でいうパレスチナ人の話は、うんうん、この時点ではでもそのユダヤの王国ね、当然いないってこと。いやいや、いるいる。だそっからもうね、パレスチナ、パレスチナのこのもともと王国がユダヤ人中心の王国があるわけじゃないですか。こんな形だよね。でガザ、うん、ヨルダン川西岸って言われてるところね、うんうんうん、だからここら辺全体に、ただこれもねなかなか厳しいんだよ、ユダヤ人と、まあ、パレスチナ人がいる。え、これってどっちが先にいたんでしたっけ？パレスチナ、どっちもいるの。で、もともとはでも全く別なのか、本当にたどれば実は親族なのかとか、その辺もよく分からない。いや、どっちもいて、言葉が全然違うんだよね。だから人種も違うわけでしょ、と。でも最初はそのなんとか地区っていうのがな、うん、じゃなかったじゃないですか。そうね、ここから。ユダヤの王国だよね、全体としては。全体として一つの国だったわけじゃないですか。それをイギリスが。あのね、うん、この頃は国っていう概念が緩いから、国境があるとか、そこで税関があるとか、パスポート見せてってないの。で、しかもパレスチナとか中東の人たちって、砂漠に散らばっていて、ここに来てはまた旅立ったりみたいなことで、難しいのよ。あと国って概念は僕らは勝手に決めただけです。そう、それはもう本当に国って概念はヨーロッパで200年ぐらい、でできたもんだから、ここ、あ、そう、本当の国は自体も主張国、あ、じゃあそれを押し付けられても困るよっていう感じではあるん だ、うん、だからね、さっきの話でもう究極の話を言ってしまえば、うん、さっきノアさんがじゃあパレスチナにも国を作って、うん、イスラエルにも国を作ればいいじゃないって言って、うん、作り始めた時、パレスチナ人 91% でここ全土の中に散らばっていたわけ、ユダヤ人もパレスチナ人も、うん、でもパレスチナの人たちじゃない、ユダヤ人は国連で独立だってもらったんだし、うん、いいじゃん俺たちの国だよって言って、うん、お金もあったし軍もあったんで、うんうん、どん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 広げていったわけ、自分たちの領土を、うん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 、それでここ全部取って、今残っているのはパレスチナ、ここだった人たちが住めるのはこことここだよってことになっちゃうわけ、うんうん、それは怒るでしょう、怒りますよね、っていうか、もうなんかイメージ的にはパレスチナの人って本当にこんなこと怒られるかもしれないですけど、うん、何にも知らなかった、うん、まあ、今も知らない、うん、僕からすると90、それ数字逆に見えますよね、うん、やっぱり91%。 いや、もちろんこの後も猛烈に増えるんだよ、うん、ユダヤ人ってすごい増えるから、うん、今は人口的には、まあそうでしょうね、ユダヤの方が1000万、イスラエルで、ここに220万、今は逆転してるって、逆転してる、うん、でしかもここに高さ8メートルとか9メートルあるフェンスが全部仕切ってあるから、うんうんうん、まあメキシコとアメリカなんだよね、切ないでしょう。みんなが幸せになれるといいと思って両方国を作ったら、でもユダヤの人たちは今まであまりにもひどい目にあったんで、うん、自分たちには全部取る権利があるって思っちゃうんだよね。え、それをなんかこう仲裁するのが国連とかなんじゃないんですか。でもこの問題に関しては仲裁とかが何百回も入ってんのですよね。ヨーロッパ人も入り、アメリカ人も入り、国連も入り、和平交渉はもう1000回も2000回もやってんので、なんかうまくいきかけても、うん、あのアラファト議長とか ラビン首相とか暗殺されたりとか、ね、そう暗殺なんかもうザラだから。へえ、何をそこまで、なんだろう、やっぱ、でもやっぱり白か黒じゃなかなか、なかなか難しいですよね。いや、だから日本人って今何かを本当に憎む経験を生まれてから誰もしていないんだよ、本当の意味でね。だからこの人たちの苦しみに関しては分かんないと思う。言ってみればさ、ノアさんの家に全然知らない人が来て、うん、ここは俺ん家だからお前出てけって言われて、うん、家にいようとしたらボコボコに殴る、うん、男は殺 す、ね、女の人は外に放り出すみたいなこと、うん、でノアさんの家族が殺されたっていう場合、うんうん、だからさあどうする、包丁買ってくるかみたいなことになるじゃん。そうですよね、もうそれが連綿と続いてるわけですよね、うん、それをまあまあ許してあげてよって言われても、お前誰だよみたいな、そうなんじゃ、ね、それで勝手に分けられたからこっちの苦しみ分かってねえだろみたいな、うん、ただその前提としてあるのがさ、また今回のあれなんだよね、イスラエルとサウジが握手をしようとする、この回復のね、そうサウジとイスラエルの
部屋条約を結ぼうっていうふうにしてたんだよね、うん、でもサウジってさ中東の中では覇権国家じゃん、うん、中東の中のアメリカがサウジだから、そしたらみんなね、そうサウジがこんなふうに平和条約結んだらイスラエルとどこの国もが結ばれて、そしたらもう本当に孤立じゃん、うん、なのでその前に、あそっかそっか、そう要は戦争状態だったら平和条約結べないでしょってことなの、うん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 、なるほど、まあ、そうでなくてもあれですよね、必死なんだよ、うん、サウジの前も2020年に、うん、どこでしたっけ、 UAE か、うん、UAE とイスラエルがもう国交でまた回復したりと か、 だか全体の流れが今イスラエルの方、そうなの、いや切ないよね、さあこれ話まだまだ尽きないんですが、はいはい、イランの話とかも全然出てきてないんで、ね、うん、その辺も聞いていきたいんですが、うん、もうこの前半部分だけ20分超えですので、やっぱり話が膨らみますね、いやてかね、2000年分は無理ですね、切ないんだよね、はい、かわいそうなの、うん、なのでここで一旦ですね、はい、お便りとご質問お願いします、はい、お便りから、灰色の日々さん40代男性からいただいています、はい、第191回一行あらすじとても勉強になりました、うん、おへ、一つでも好評もらえたらと思っていたら応募した3本ともイラさんから好評もらえて感激です、一行あらすじは濃縮されているだけに好評も、濃度が高いからか、また好評を消化できて、まだ好評を消化できていないです、消化できてないです、うん、第194回、中国バブル、早川さんや吉水さんが怖い、桁が違いすぎて感覚が麻痺すると言われていたのは同感でした、うん、やばいと感じても外国に移住できるのはごく一握り、大変なことになるんだろうなと頭の片隅で思いながらも、日本人も中国人も自分のいる場所で暮らしていくしかないよなと思いました。そういう困難な世界でイラさんの話を聞いてスロー教養や感性を鍛えている、個人は生き残れると信じています。おありがとう、いいお便りだった ね、うん、いいですね。じゃあ今度次の小説家スペシャルでもやってもらおうね、ぜひね、お待ちしてます。ちょっと考えてるんですよ、はい、新ネタを、またいろんなこと、タイトルを作るです、はい、難しそうですね、うん、はい、じゃ仕事のことで20代の方からいただいています、はい、こんにちは、岸田さんが今おっしゃっている週休3日制についてどのように思いますか、うんうん、大企業や公務員など勝ち組のホワイトが週休3日になり、中小企業勤務の中間層が馬車馬のように働く未来が見えます。人手不足の職場では週休3日制は可能なのでしょうか、うん、異次元の少子化対策について盛んに報道にされるようになったのは去年の1月頃です、それと同時に働き方についても少し言及されていました。一方その前からこのオトラジでは自由な働き方はあるのかを放送しており、そこで少子化についても少し話題になっていたので世間の目だと私は感じていました、ということで、うん、週休3日制、いやだからね、うん、この人の言うこともわかるんだけど、うん、いやその金持ちの大企業とか公務員だけじゃないかって怒るのはわかるんだけど、でも週休2日が入った時も実は最初に始まったのは大企業と公務員だけだったんだよね。でもだんだんとやっぱり週休2日が広まって今は誰でも休めるようになったじゃない、うん、だからどこかが最初にやらないといけないんで、まあまあそう怒らずに週休3日行けって進めようよ。そうですね、うん、少なくともさ週休3日まで行かなくても、例えば水曜日は午前だけで午後はなしとかでもいいじゃん、うん、週休 2.5 でもいきなり全部じゃなくてもね、そう、うん、どちらでもいいからともかく休みを増やすべきだよね、うん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 、それをやっぱりちゃんとアピールした方がいいんじゃないかな、うん、もうはっきり言ってさ税金のこととかはもう言っても無駄だから、日本も金がないから、うん、でもこの働き方に関してはできるんだよね、うん、今そんなに馬車馬になって働いてる人なんていないんだからさ、うん、先にもや、ね、そっちをやることです、ね、そうだからぜひ週休3日進めてほしいな、うん、僕は、はい、さあということで、はい、この後ねパレスチナスペシャルということで本編に入っていきたいと思いますが、続きのご視聴は4通りあります。 YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 Audiobook.jp、 ニコニコ動画、4通りございますのでお好みの方法でご視聴いただけたらと思います、URL は概要欄をご覧ください、それでは後ほど、はい。